白かったからそう見えたけど、道は大丈夫。めっちゃ濡れてるけど。車の上は積もってますわ。まあ皆さん慣れてると思うんでね、安全に。まだ雪の歩き方が慣れなくて、こういう感じになっちゃう。でも夕はね、あんな物々効果いっぱいしてるくせに、いろんなところで。ありがとうございます。今まさに松本地域をスタートしますので、皆さんぜひつくらせテレビお願いします。わらしべ道の駅伝、はい、火曜日にやっておりますので、ね、あれオファー来おへんな俺出たいけどな。本当にお魚公園出発して、あ俺楽しそうだね、うん、で続きましては監督ですね。おさあここからはまたいろんな話をね聞いていきたいと思います。ワンソール強くなる松本山田 FC2024 のキックオフイベントアイシティ21から生中継。さてそれではここからは下田雅宏監督にお話を伺っていきます。聞いていきたいと思いますので、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。NG はありますか？ NG なしですか？ NG トークはありますか？ありません。大丈夫です。じゃあ、いろいろとここから伺わせていただきますが、はい、まずはいよいよ2024シーズンが始まります。どのようなお気持ちでしょうか？そうですね。本当に、去年の悔しさを果たす時が来たなというふうに思ってます。いやこれで練習始まって数日経ちましたけど、選手たちの表情を含めて今雰囲気どうでしょうか？まだ人工芝でやってるところもあって、まだ本格的には上げてないんですけど、でももうみんな楽しそうにやってるし、選手同士がすごくいろいろ喋ってるので、いい雰囲気でできてます。これ監督はこのシーズンオフ、はい、ゆっくりできたんでしょうか？時間的にはゆっくりしました。時間的には気持ち的にはあまりゆっくりできない。あそうなんでも下田監督は、はい、シーズンオフチームの編成などにも結構加わっていらっしゃったということで、 お忙しかったというふうにも伺っていますけれども、ズバリ今シーズンの編成、おおむね下田監督の意向に沿う編成ができたような印象でしょうか？そうですね、来てくれた選手みんな直接声をかけましたし、来てくれたらこういうサッカーやるぞ、こういうことをやってほしいというのも直接伝えましたし、今はもうズームが当たり前になってきてるんですけど、ウェブのミーティングで彼らとも喋って、映像を見せて、話をして、で実際に口説いて来てもらったっていうのがあります。渡選手なんかもこの下田監督からの一緒に這い上がろうという言葉が決め手になったともおっしゃっていましたよね。口々に先ほどからの選手たちが一緒にプレーした選手が主でしたけど、下田さんのサッカーでやることが移籍の決め手になったという話をね、されてた部分もあったんですけど、まあ逆に言ったらもう本当に、プレッシャーというか、すごい皆さんの期待を背に、活動するシーズンになると思うんですけど、そのあたりは改めていかがですか？いや今日もこれだけの皆さんに来てもらってるので、これはプレッシャーにもなりますが、エネルギーにもなりますので、本当にいい選手が来てくれて、去年からの選手が残ってくれて、本当にいいチームができたので、本当に期待してもらいたいと思います。楽しみですね。楽しみ。そんな新加入の選手ももちろん練習参加されていると思いますが、皆さんこう動きであったり表情であったりではいかがですか、その新しい選手は。そうですね、もうシーズンオフからオンに入るとサッカーだんだんやりたくなってきますので、たくさんボールを触る練習もやってますし、知り合いもいるし、初めての選手もいるし、結構いろんなコミュニケーションがあちこちで起きているので、非常に活気はあるかなと思います。
まあ、これ先ほどあの編成にもあの携わったという話もあったんですが、まあ、本当にあの J3 でも結果を残した選手であったり J1 の選手が来てくれたりとかいろんな ことがある中で、まあ、僕一応バンドって一番上のポジションやってたんで、こう選手を見た時にちょっとあの小松選手みたいなでっかくでドンみたいなストライカーがいないなっていうふうには感じてるんですけど、そこはなんかこう特定の取り方であったりまた新たなものに挑戦していくっていうイメージなんでしょう。でっかくてドンはいないんですけど、はい、あの早くて、上手い選手が増えたので、はい、いろんな点の取り方が今年は増えるかなと思ってます。楽しみですね。いやすごい楽しみで、あのやっぱクロスもね昨年やっぱり多くクロスからのゴールというのがまあ多かったりとかそういうところの得点が狙う場面が多かったんですけど、今シーズンはそれにプラスしてまた新たな攻撃のやり方っていうのも僕らは見れるんですか。はい、去年まあ一番クロスで点取れたんですね。小松もたくさん点取ってくれたし、それだけではなかなか点数が増えなかったので、ちょっとこうドリブルができる選手とか、ゴール前でアイデアがある選手とか、いわゆるこうテクニックがある上手い選手も加わってくれたので、まあ、攻撃のバリエーションは去年よりこう確実に増えそうかなという気はしています。ということはお答えできる範囲で構わないですが、ちょっと俺もさっきから、ね、すごい爆弾投下してるんで何聞くか俺もヒヤヒヤしてるんですよ。何聞くの。ちょっと逆の立場になってしまいましたね、うん、あの去年はその小松選手にボールを集めてゴールという形も多かった中で、はい、4-2-3-1 というフォーメーションで戦っていらっしゃったと思うんですが、ズバリ基本的には今年もそういったフォーメーションなのかアシステムなのか基本的にはもうベースがそうなのかですか、はい、新しい形が見られるのか。そうですね、基本的には含みがありますね。あの僕らはずっとあの4-2-3-1っていうか4-2-1-3っていうか、まあ、3トップにたくさん点を取らせるサッカーをずっとやりたいなと思ってきてて、まあ、去年は真ん中の9番が点を取ってくれました、まあ、両サイドがもっともっとたくさん点を取れるようなそういう仕組みでやりたいなと思ってます。いやもうすごい楽しみでね、本当にあのスタメンも全く予想がつかない、まあ、まだまだこれからキャンプっていうところもあると思うんですけども、ここからキャンプ入っていく中で島田監督がスタメンを決めていかれるこうなんていうんです要素ですとか、こういうポイントをよく見ていくなんていうのもあればぜひ聞かせていただいてもいいですか。去年のスタメンがほぼ残ってくれたので。そうなんですよね、去年のスタメンにプラスこうそれをと同等かあるいはそれを上回るような選手でないと補強にならないので、まあ、補充ではなく補強しようという話をしてたので、もちろん今横一線のスタートで僕自身も誰が開幕スタメンになるかちょっとまだ分かりません。ただ誰が出ても同じようなサッカーをやると去年言ってましたけど、今年は誰が出ても勝てるようなチームにしたいなと思ってます。そういうチームを作っていくためにここからのキャンプ、和歌山と鹿児島と続くわけですけど、どのようなキャンプにしていきたいですか。そうですね、去年のデータを全部出して選手にも説明をしたいと思ってますし、そのこういうサッカーやるよだけではなくて、もうその本当に勝ちたいんだっていう気持ちがちゃんとここにいるこう皆さんにちゃんと伝わるような、最後まで走り切るとか、ね、戦うとかそういう基本的なところをこうおろそかにしないというか、もちろんボールゲームなのでボールが大事なんですけど、ボールがないところでどれだけ走れるかとか、あるいは味方のためにちゃんと体を張れるかとか、そういう基本的なところを新しい選手と一緒にやっていきたいなと思ってます。このとにかく失点を減らすということを、まあ、新体制発表会でもその前のインタビューなんかでも、まあ、守備っていうところなんかもよく今シーズンは触れていかれるというお話も上がっていらっしゃいましたけども、そのあたりはいかがですか。まあ、守備をやってなかったわけではないんで、僕も守備が嫌いなわけではないんで、僕はどっちかっていうと攻撃とか守備とかっていう分け方ではなくて、自分たちがボールを持ってるか相手がボールを持ってるか、それでやるプレーを変えましょうということなので、相手がボールを持ってたらまず奪いに行かなきゃいけないし、奪えなくてもゴールやられなければいいしってい う原理原則がちゃんとあるので、その概念をちゃんとみんなで共有できればなと思っています。まあ、今シーズン の補強のところを見ると、まあ、本当に多くの経験を積んだ、まあ中堅選手であったり、まあ、ベテランと言われる域に達する選手も多く獲得をしていると思うんですけど、そのあたりはよりチーム深みであったりピッチ内での判断
のというところも補っていこうという考えで獲得したということですか。そうですね、野々村と北が本当に1年間成長してくれて、リーグを代表するようなセンターバックになってきてくれてるんですけど、もうその2人がさらに良くなるために高橋翔平を連れてきたり、ボランチのところもこうレオが来てくれて、米田とかレオだとかもうこの隅田とかいろいろこうボランチの選手もみんないい選手多いんですけど、まあ、そこに山本浩介っていう、こう本当にこうサッカーを知り尽くした男が来たので、まあ、本当にその中で競争して盗み合って、うまい、いろんなものを吸収してもらって、でその時に調子のいい選手を週末に使うというのが一番いいなと思ってます。こう話聞いてるだけでもちょっとワクワクしますね。優勝ですね、今年はしかないですね。まあ、クラブとしてもそうだし、まあ、下田監督にとっても、まあ、やっぱ2年目というところになりますけども、改めてこの2年目どういう年にしていこうとしたいなという思いがありますか。今までどっちかというとこう一緒に戦った、一緒に仕事した選手たちをね、個人昇格も含めて本当にうまくしてあげたいなと思ってて、一緒に1回でも同じエンブレムを着た選手たちはこうすごく愛着も湧くし、信頼もするしっていうので、今回また新たにまた一緒にやろうねって言って声かけた選手もいますけど、まあ、今年はどちらかというともうその選手たちに個人よりもこの山川をどうしても勝たしたい、優勝したい、昇格したい、で皆さんと一緒に喜びたいっていうのは本当に一番の念願なので、これをぜひ叶えたいと思ってます。ですよね。今回新たにディベロップメントコーチとして加藤コーチを招聘して、まあ、そういうところもやっぱそのバックアッパーであったり、まあ、試合に行かない選手ももちろんいるわけですけど、そういうところの底上げも期待をしているというところからの起用。はい、デベロップメントコーチって、まあ、今 J リーグのチームもいろんなところで流行ってるんですけども、そこにヤングをつけてないんですよね。一番いろんなチームがこうヤング若い選手を個人を鍛えようというコーチの人がいるんですけど、まあ、望むは経験もあるし J リーグの監督経験もあるし、まあ、選手としても相当いい選手だったので、若くてもベテランでも、個人のところにフォーカスをしてもらって、まあ、さらにどうやって上手くなるか、どうやって強くなるかっていうのを、僕らはどっちかというとチームを見ますけど、まあ、彼には個人にフォーカスしてもらってやってもらいたいなと思ってます。おそらく、ね、ディベロップメントコーチって聞いてもなんじゃそれみたいな、よく質問されたので、これ聞いてみようかなと思って聞いたんですけど、そういう役割があるということは皆さん認識していただけたかなと思います。はい、そんな松本山川を語る上では欠かせないのが、はい、今日も集まっていただいているサポーターの皆さんだと思うんですけれども、はい、この地域の誇りを背負って戦うという部分では重さにもそれから原動力にもなるかと思うんですが、いかがですか。まあ、新しく来た選手も本当にこう感動してますし、これが日本のサッカー文化の最先端だと思ってますので、早くそれに見合うようにチームを上げていかなきゃいけないなと思ってます。下田監督はこの松本の街を歩かれていると、サポーターの皆さんから声をかけていただいたりなんていうこともあるんですか。歩いてます。歩いてますよ。はい、コンビニでよく声かけていただいて庶民派。下田監督に会ったことあるよっていう方います。俺ないな、街中に。まだ、あ、いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。そういう時はじゃあ声かけさせていただいても全然大丈夫です。はい、でもシーズン入っちゃうとなかなか休みとかっていうものないですよね、監督。そうですね、休みなんかどっか出かけて遊びに行くっていうのはあんまりないですね。どういうふうにも気持ちを切り替えたりとか、こうなんていうんですか、息抜きとか聞いてみたいです。下田監督の息抜きです。もうずっと対処法とか。シーズン中ずっとサッカーですか。はい、そうですね、なんかいいチームのいいサッカーとか見るとこう気分が楽しくなります。それは海外とかってことですか。海外のサッカーです。やっぱり本当にサッカーがお好き。そうなのよ、うん、なるほどね。じゃあもう海外のサッカーを見ることでちょっとリフレッシュもしてということですか。まあ、強制的にサッカー見ないでね、映画見たり本読んだり、そのサッカーから頭の中をこう切り離す時間も強制的に作ったりしますけど、
まあ、いろんな形でリフレッシュするようにしてます。 あと温泉ですね。温泉行ってますか？温泉行ってます。あ、温泉で会ったらちょっと緊張するな。声かけていかない。温泉では声かけないでほしい。俺なんかだったら最悪でしょ。ああ、そう。でもこれ昨年もそうだったんですけど、コーチングスタッフで、まあ、練習のあるとか全員で、ね、お昼ご飯食べに行ったり、仲むつまじいというか仲良しですね。行かれるんですね。そうですね。それは決まりというか、で来てるコーチもいますし、はい、まあ、こう一緒に過ごす時間が長い方が勝手にいろんなコミュニケーションが増えるので、吉本ゴールキーパーコーチが今ランチ隊長なんですけど、まあ、彼がいろいろランチの店を探してくれて、みんなで美味しいものを食べてます。美味しいものが多いので、ここは、はい、哲郎からめっちゃ聞かれるもん、どこ行ったらいいって。隊長だったんですね。そうです、隊長です。そんな仲のいい雰囲気なんかも、ね、伝わってくる。今シーズンもそれは継続して、はい、去年 50店以上行ったので。50店舗、はい、どっかいいところがあるのかと教えていただければな。でもだってかぶりません、店とか。もう練習場は決まってるわけじゃないですか。まあ、帰り道とか、はいはい、あえて探していくとか言ってます。今まで食べた中で具体的なお店じゃなくてもいいんですけど、これ好きな食べ物だったなみたいな、こう松本に来てから何か思い出すものありますか？お蕎麦屋さんの親子丼です。親子丼お蕎麦屋さんの親子丼。まあそういうのもあるもんな、絶対。甘めですか、しょっぱめですか？甘めではない。まあでもこうやってね、そんな一面もね、なかなか俺聞かないんで、はい、そのコーチングスタッフ全員でね、練習終わってご飯に行く、しかも 毎回というか結構な頻度で、うん、毎日ですね。ほぼ毎日。そういったところも含めて、こう島田監督が選手にもコーチもですけれども、こう向き合う上での信念なんていうものは何かあられるんですか？モットーというような。監督っていうのは、まあ、ただの役割なので、まあ、やっぱり選手と接するときもスタッフと接するときもやっぱり人間同士、人として接しなきゃいけないなと思ってるし、まあ、コーチングスタッフは僕の思ってないものを全部持ってる人たちに集まってもらったので、やっぱりそこにこうリスペクトは持たなきゃいけないなと思ってますし、僕がこうやってここでお話しできるのも、こう今日下部の人たちとかね、コーチングスタッフとか、まあ、一緒に戦ってくれる選手とか、いろんな人のおかげでここにいられるので、これをちゃんと皆さんに返していかなきゃいけないなと思ってます。これ今シーズン僕コーチ紹介して気づいたんですけど、今回コーチじゃなくて、まあ、ヘッドコーチであったり、まあ、先ほどのねディベロップメントコーチであったり、こうフィジカルコーチであったり、名称がより細かくついたっていうのは何か変化があったんですか？まあ、去年もそういう、こう役割はあったんですけど、はい、まあ、名称をつけてちゃんと皆さんにこう発信をして、そこでこう責任を背負ってもらいたいなというふうにちょっと思ってます。あ、島田監督の考案でというか、はい、はい、僕が決めて本人と喋って、チームに了解をいただいて、そういう発信の仕方をしました。なるほど。その期待感高まっていく中で、ちょっとすぐ数字のこと言って申し訳ないんですけど、好きやな。すいません。去年は15勝9分け14敗っていうところでした。でもちろん全勝を皆さん楽しみにしていますし、期待してるところもあると思うんですけれども、ズバリ今年はどんな勝敗を目指してといいますか、どのぐらいの数字をっていうイメージはありますか？優勝とかじゃなくってこと、はい、言葉が聞きたいってこと。そうなんです。去年の得点より10点増やしたい、それから去年の失点よりも9点減らしたい、そうするとプラスマイナス19なので、得失点差もだいぶ上に行きますし、そうすると勝手に勝ち星がついてくるかなと思っているので、まあ、何勝何敗でもいいんですけど、終わった時に下に19チームいるといいなと思います。それですよ。それだ。19チーム、まあ、でも得点10点、失点9点というと、はい、明確なものもあるんで、本当ですね。またこれはシーズン終わりに答え合わせというところでしょうか。それではいろいろとお話を伺ってきましたけれども、ただ最後に聞きたいのは、やっぱりこうアウェー、開幕からアウェーが続くわけですよね。で、まあ、長いキャンプに行ってなかなかクラブを、選手たちを、チームを目にする機会皆さん少ないと思うんですけど、アウェーに試合あって3試合目がホーム開幕というレギュレーションの中、どういう姿で我々が待つ、まあ、もちろんアウェーにも行くと思うんですけど、松本に帰ってきてくれるのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思います。
去年も最初負けなしで帰ってこれたので、やっぱりシーズンの最初は本当に肝心なので、ちゃんとアウェーでちゃんと2つ勝って、勝つだけじゃなくて今年は結果も内容も面白そうだぞというふうな手応えを皆さんにも感じてもらった中で、ホームに戻ってきてアルビンでまた勝ちたいなと思います。楽しみに松本で待ちましょうね。皆さんもちろんアウェーに来てください。そうですね、アウェーも、ちょっと遠いけど、はい、皆さんぜひお願いします。熱い声を送りましょう。それでは最後に下田監督、今日お集まりいただいたサポーターの皆さん、それからラジオでお聞きのサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。今日もありがとうございました。こんなにたくさん来ていただいて、本当に皆さんの期待はうちの選手、スタッフ、みんなに伝わっています。そこに応えられない悔しさとか歯がゆさがありますけれども、今年はやっぱり本当に覚悟を決めて野心を持って、全力疾走というのをテーマにして戦いたいと思ってます。で常に力手を抜かずこう相手をリスペクトしながらでもこう全力を出して僕らのサッカーでちゃんと勝ちたいなと思ってますので、ぜひ最後まで、一緒に戦っていただければと思いますし、また応援をよろしくお願いします。もう明確な数字もね、はい、出ましたし、僕らにできるのはもう支えてね、共闘することだけなんで、ぜひ皆さん、はい、改めてよろしくお願いしたいと思います。お願いします、はい、ワンソウル強くなる松本山雅 FC2024 キックオフイベント、山形村の ICT21 から公開生放送でお送りしています。もうちょっと、そしてちょっと、あ、もうちょっと、あなたへのエールでもあります。ラジオから聞こえる声とともに、あなたの日常もたくさんのエールであふれますように。世界を広げる音がある、ラジコ。子供の未来に夢を。僕の将来の夢は、早いね、大日が理由はバスケットで、そしてバスケットのことをみんなにいっぱい知ってもらいたいす。すごいな、今日もありがとうございます。本当に多くの方が集まってくれて嬉しいですね。もうワンソウル、まあそうですね、僕からもワンソウル強くなる松本山雅 FC2024 キックオフイベント ICT21 から生中継。お送りしてきましたワンソウル強くなる松本山雅 FC2024 キックオフイベント、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。いやー早いけど、はい、内容になったですね。本当ですね、片山さん、選手の皆さん、それから監督、はい、トークをされていかがでしたか。いや、ほんまに楽しみしかないなと、うん、もうワクワク感、皆さんと一緒だと思うんですけど、ワクワク感がすごいっていうのと、はい、もうキャンプでもう誰がスタメンの座を勝ち取って、誰がメンバーの座を勝ち取ってっていうところが楽しみだなと思うし、はい、このチームで優勝したいですね。本当ですね、もうでは期待するところは、はい、もうあの勝利です。もうこれを積み上げていくだけだと思うし、もう誰が出てもそうなんですけど、はい、あとは山形らしさみたいなとこ、うん、下田監督もおっしゃってたけど、はい、球際ハードワーク、そういうところももう一回改めて見ていきたいというふうに思うし、それでなおかつ勝つ試合を多く見たいなと思いますね。本当ですね、まさに今年のスローガン、強くなる、強くなる、うん、はい、まあ、これは選手たちだけじゃなくて我々クラブも、まあ、サポーターの皆さんも一緒にね共闘してもらって、そうですね、達成したいと思います、はい、それでは最後に片山さんからもファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今日お集まりの皆さん、そしてラジオの前で聞いてくれている皆さん、ありがとうございます。まあ、本当にあのワクワクしたシーズンが始まるので、皆さん体調整えてですね、アウェーから始まりますけども、ガンガン盛り上げて選手たちが気持ちよくプレーできるようにあの雰囲気作りしていきましょう。それが僕らにできるあのプレーなんでね、ぜひ今年もよろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。平山美恵でした。ありがとうございます。それでは皆さん、今シーズンの